13番エンドレス様を収まって体勢完了スタートしました。 ほぼ揃いましたさあ先行争い、内から1番のクラスペディアしかしそれを制して6番のベルビー・スタローン先頭さらに4番のレイピアが並んでいきます2頭の直後、勤めに8番のエイシン・ワンドが3番手半シン10番のアーリントン・ロー4番手一馬身内から1番のクラスペディアが5番手それに7番、ホーウーブースター一馬身中段以降3番アブキール・ベイがつけてその外には5番のポート・デ・ラメールさらには外から11番のジャスパー・ディミネ一馬身9番タマモ、たティーカップ並んでいく13番のエンドレス・サマー2 エイオアメジスト3馬身2番の KI マハナサイ候補34コーナー中間を通過花を取り切ったのは4番レイピア体半分のリード6番ベルビー・スタローンがじわっと差を詰めて3番手に8番のエイシン・ワンド第4コーナーオカーブ・直線構成さらにその外からは10番のアーリントン・ローが差を詰めて残りすでに400を通過さあ、最内いっぱい先頭4番のレイピアリードは3馬身ぐらい外から8番のエイシン・ワンドが追ってくるさあ、並んでくるそしてその後内からは3番のアブキールベ2二百を通過さらにそのから十 1> 1番のアーリントントロード一番外は一番のクラスペディアさあババの真ん中からさあ抜けたのは8番のエイシンワンド外から1番クラスペディアアーリントンロードエイシンワンドゴールイン8番エイシンワンド重賞初制覇見事小倉に際してスを制しました